なんだと？あのポートメリー辺境軍が敗れたというのか？はい、ほぼ全滅に近い状態とのこと。タナスもやられたのか？いえ、タナス様はご無事と聞いております。おのれタナス、小娘一人始末できずに生き恥さらしおって。そのような役立たず、帝都に召喚して処刑してやる。すぐに兵を送れ。教団は何をしている？前皇帝の娘が生きている限り、わしの地位も所詮は仮のもの。散々人を踊らせておきながら、ミルを取り逃がしたで済むと思うなよ。陛下、気をお静めください。これでは約束が違うぞ。ジャイナー。陛下。愚かな、かなりうろたえている様子。焦ることはありますまい。すでにゴージャスは次なる行動を。ついに呼び寄せたか、魔の鎧を。もはやメイズの命は風前の灯し。究極激怒の大爆熱です。燃えろ燃えろ、燃えちまえ。何これ、やめて。もう戦いは終わったのよ。終わってなんかいるもんか。ニルをいじめる奴は俺様が一人残らず灰にしてやる。それでこそお兄様愛してます。違う、こんなの本当の私じゃないの、ミルちゃん。本当の私は、本当の私は本当の私は誰？あなた誰？ここは夢？そっか、あたし眠っちゃってたんだ。あ、いけない、こんな時間に眠っちゃうなんて。なるべく昼間のうちは行動して夜にぐっすり寝込む予定だったのに。これじゃあ夜になったらあいつが出てきて。ん？アスターさんとソリュードさんは食料を探しに行ったままだし、あの二人のいるとこじゃなんか危ない感じだし。アスターさんとソリュードさんが一緒になってからなんかピクニック気分で進まないのよね。日が出ているうちに少しでもビスタルへ近づきたいのに。でしたらこのまま南へ抜けて崖に沿った山道を行くといいですの。ルディオナリー山脈を越えるのが一番の近道ですの。そう、ありがとう。で、誰？どこ？ここですの。私、ランディって言いますの。メイズさんと会えて感激ですの。まだ夢の続きを見てるのかしら。夢じゃないですの。もしかしてあなた妖精？はいですな。あれだけ次から次へといろんなもんが現れてるんですもの。妖精ぐらいいるわよね。メイズさんと一緒に旅できるなんて夢みたいですな。これからは私がメイズさんの道案内をして差し上げますな。道案内？そうか、あなたもビスタルへ向かう途中だったのね。それはちょっと違いますの。私はメイズさんに会いに来ましたの。私に？どうして？どうしてでもいいですの。ミルちゃん、危ない、起きて。あー、ダメ、それ持ってかないで。キュー。パドンの森も外れまで来ると獲物一匹やしない。
んかスースーするな。メイズ、なんだいそいつは。お供の方たちですの。ランディと言います。よろしくですな。お供だ。おね兄様に慣れ慣れすぎるです。あ、それ私の。なんだこれ、メイズのだったのかい。プロテクターにしちゃ柔らかくて役に立たねえぜこれ。ああ、一つしかないのに。これからはメイズさんの行くところが私の行くところですの。え、まあとにかく何にしても助かるわランディ。もう追っ手と戦いながらの旅なんてうんざりだったの。でもメイズさんほど強ければ向かうところ敵なしですの。え、辺境軍との戦いを見ましたが、メイズさんではとてもとってもかっこよかったですの。そんな、伝説のロムアーマーがあんなに強いとは思いませんでしたの。これもメイズさんが超一流のフォルムマスターである証拠ですの。ねえお願いやめてランディ。メイズさんならどんなデミアーマーでも一撃でコパみじんですの。史上最強、やめてっても。お気を。強いからどうだって言うの。私は人間同士が殺し合うなんてもうたくさんよ。メイズさん、このまま何事もなくミルちゃんをビスタルに送り届けてあげたいの。お願い、分かって。すみませんでしたの。やれやれ、また始まったか。まったく、どこまで優しいんだか。ま、それもメイズの魅力なんだけどさ。だな。